はい、どうもどうも、カジマです。皆さん、いきなりなんですけど、ボケてっていうアプリ知ってますか？言ってしまえば大喜利みたいなものです。その中で面白いものを集めてきたので、それを動画にしていきます。まあ、見ればね、どういうものかわかると思います。では早速いきましょう。それでは1つ目、こちらの男性、かっこいいですね。さあ、何を考えているのでしょうか。愛車を盗まれたか。こうやって走り去る姿を見ると、改めていい車だと再認識する。いや、警察呼びなっせはい、次。電車の中で立っている妊婦さんを見かけたら、と声をかけましょう。そうだね、まあ席を譲りましょうってことかな。では見ていきましょう。こちらのおじさんが席を譲りたいって言ってますよ。おじさんなんか顔がピョトーンってしてるじゃん。君は何ですかはい、次文章ですね。おや、ごめんで済んだら戦争は起きません。それに対して子供なんて言ったでしょうか。ごめんって言わないから戦争は起きるんだ。かっこいい。なにこの子供、昔の私みたい。はい、次。今度はおじさんですね。胸に手を当てて何かの式典ですかね。では見ていきましょう。アディダスの式典にナイキできてしまった。式典は合ってた。胸のロゴマークを手で隠してるんですねおっちゃんやっちゃいましたね。はい、次。これはなかなかダンディーなおっちゃんですね。インスタ映えの写真で撮ってるんでしょうか。ここに登ったけどね、乗り越えしね、と言いながら一緒に登っていく。あ、これアホの人だ近づいちゃダメな人だ。はい、次。ミルク特集、牛乳は太りやすいって本当？え、そうなの？あ、だから私太ってんだ、白石。で、これの答えは、牛乳は太りません、太るのはお前です。へー、ボケてね、怒られた。ピエンピエンピエン。はい、といったところで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。この前のね、ラジオライブでボケてね、突っ込んでほしいっていう意見があったらやってみました。好評だったらね、またやろうと思います。次の作品見たい方、高評価お願いします。それではまた次回、バイバイ、また見てねー。